小林ピプ様のベスト5を紹介。5位、マイト&マジック。昔から 3D ダンジョン好きなので。4位、クイズの星。問題数が圧倒的すぎて同じ問題を見たことがないはず。3位、スーパー桃太郎電鉄アイアイ。ここから敵キャラに個性がついたはず。たった二人で戦った少年と少女の物語である。この子に今何が一番必要なのかはよく分かったよ。あんたが1号さんだっけ？ちょっと私の方向いてごらん。あー、そうだね。1位、ドラキュラ X。 リヒターだけで完全クリア楽しいです。やらないときは音楽 CD として使えるし危険。
Oh!